ちょっとしたことですぐにイラッとしたり、ついカッとなって衝動的に怒りの言動や行動をとってしまう、そんな自分のことを好きではないと思っている人は結構いらっしゃるのではないかと思います。特にコロナ禍中は職場や外での決まりや行動制限、新しいルールなどが増えたりしたことで、慣れない生活スタイルにストレスを感じてイライラしたり、前よりも怒りの沸点が低くなっている自分に気づいたという人も多いのではないでしょうか。しかし怒ってばかりいてはあまりにも疲れてしまうでしょう。すぐにイラッとする、毎日が楽しくない、気に食わない、そんな自分を変えたい、そのように感じているのであれば、今流行りのアンガーマネジメントを学ぶと効果的です。アンガーマネジメントとは、その名の通り怒りの感情とうまく付き合い、怒りをうまくコントロールすることや、そのためのトレーニングのことを言います。このアンガーマネジメントができるようになると、余計なことに対して無駄に怒りのパワーを発揮しなくてよくなりますから、その分の時間と労力を本当に自分が集中したいことだけに注げるようになります。そのため、より温和で物腰が柔らかい人物になれるだけでなく、あなたが成し遂げたいと思っている成果を今よりもはるかに簡単に手にすることが可能となるでしょう。皆さんどうもこんにちは、本要約チャンネルのたけびです。今回は日本アンガーマネジメント協会代表理事の安藤俊介さんの、なぜ日本人は怒りやすくなったのかを解説していきたいと思います。とても勉強になる一冊でしたので、この動画を見ることによってこの本いいなと思っていただけましたら、ぜひ一度お手に取って全ての内容をチェックしていただきたいと思います。今回は個人的に特に重要だと思った部分にフォーカスして解説していきます。それではぜひ最後まで楽しんで一緒に見ていこうではありませんか。本日のお品書きは次の通りです。1限で怒りたい人々について、2限で自己肯定感が低い人は怒りやすいということについて、3限で同調圧力から生じる怒りを回避する方法について解説していきたいと思います。それでは早速1限の怒りたい人々から解説をスタートしていきましょうか。さて、最近ね、怒っている人を見ないという日が少なくなった気がしないでしょうか。皆様、テレビニュースとかインターネットの掲示板、 YouTube のコメント欄、 Twitter などの SNS、 ちょっと覗くとどこもかしこも怒っている人だらけのように感じます。昔以上にメディアや個人が発信する情報が我々の日常生活に大量になだれ込んでくるようになったからとか、 SNS を開くたびに自然と他人の生活を見る機会が増えたからとも言えるかもしれません。しかし、少なくとも今の日本が怒りの消費大国になっていることは確かだと感じます。平和の祭典、復興の象徴となるはずだった東京オリンピック2020が決定した時、後に東京オリンピックがこれほどまでにネガティブなイメージになり、怒りにまみれたまま終幕を迎えることを誰が想像したでしょうか。日本オリンピック委員会会長による招致での賄賂疑惑や、世界中から批判を浴びた組織委員会会長による失言、デザイナーのロゴ盗用疑惑、そして後には失言や過去の行為が原因となって複数の関係者の辞任や解任が相次ぎました。コロナ禍により開催が1年の延期となりますが、開催の可否が科学的にどうか以上に不謹慎かどうかが議論の中心となり、さらに国民に行動を規制しながらオリンピックは開催するのかと、開催そのものにも強い批判が集まりました。東京オリンピックは開催前から幾度も大きな怒りの対象となっていたことは否めません。そして一時は子供のなりたい職業ランキング1位にもなった YouTuber も不祥事や炎上案件が以前より増えております。どんなに人気な YouTuber、インフルエンサーであっても不完全である部分がさらけ出された瞬間に、あっという間に世の中から叩かれる対象になっております。他人の発言や行動に対して怒りを感じるか感じないかは人それぞれであって、本当の当事者にとっては見過ごせる発言などではなく、正当な理由のもとに糾弾するという場合ももちろんあるでしょう。しかし、ほとんどの人にとっては
正義を執行している、世の中をより良くするためだというのは口実に過ぎません。多くの現代人は怒りの対象となる人や物事を日々探し求めております。ある時たまたま開いた画面に出てきたニュースのタイトルが目に入り、自分のストレス発散、憂さ晴らしの生贄となる人が見つかった。ただそれだけのことなんです。しかもそれは普段から持っている問題意識ではなかったので、叩いたことなどすぐに忘れて、意識は次のターゲット探しへと移ります。誰にとっても寛容で住みやすく多様性を受け入れる社会のはずが、実態はこのありさまです。弱者が強者に対して憤り、怨恨、憎悪、非難の感情を持つことをルサンチマンと言います。まさに日本は今ルサンチマンに囚われた人が多く、特定の誰かを叩いて留飲を下げてはまた新たな生贄を探すということを繰り返してしまっているんです。なぜ次々と生贄を探す必要があるのか。それは誰かを叩くこと、怒りをぶつけることが多くの人にとっては消費でしかないからです。気が済むまで怒りをぶつけ、消費が終われば綺麗さっぱり忘れてしまい、手元には何も残りません。そして自分に害は降りかからないように思っています。しかし実際はそうじゃないんです。ルサンチマンに囚われ、このような悪習慣がついている人は少しずつ見えない形で脳が蝕まれていっているんです。脳の神経の構造は自分の思考によって変化するんです。普段からマイナス思考気味の人はよりネガティブな思考に、物事をプラスに考えやすい人はよりポジティブな思考になっていくんです。つまりですよ、日頃から怒りで消費をしている人はより無駄に必要以上に起こりやすくなってしまうんです。怒りによる消費は記憶には残らなくても心の傷として残るんです。反対に大切な人との楽しかった思い出など形として残らなくても記憶にも心にも残り、毎日の生活に彩りや希望を与えてくれる消費もあります。怒りとの違いは自分の人生を楽しく豊かにするものであり、忘れたくないと思っていること、怒っている最中はさも正当な理由があるように振る舞っていても、実はその時に満足すればその場で忘れても構わないと思っている程度のことなんです。ニュースや他人の発言や投稿などに過敏に反応しては、気に食わないからと叩き、不愉快だからと怒りをぶつけてばかり、そのような脳になってしまっては心穏やかな日々を送ることなんてできるでしょうか。些細な出来事に感謝の気持ちを抱いたり、幸せを感じることができるでしょうか。一日の中で怒りに費やす時間の割合は生活の豊かさ水準に左右されます。特に昭和生まれの世代は、日本が経済大国で豊かな国という感覚を捨てられずにいる人が多いんですが、現実の日本は経済的には後進国で、生活に苦しんでいる人々が数多く存在します。生活が苦しいというストレス、怒りを発散したいがために怒りをぶつけられる対象を探すんです。生活が豊かであれば、自分が自分の人生に満足していれば、わざわざそんなことはしなくても済みますよね。また冒頭で触れたように、現代は誰もが情報発信をできるようになったことで、インターネット登場以前には見えなかった怒りのターゲットが日々多く見られるようになったんです。怒りは最も拡散されやすい感情だということが実験によっても証明されております。つまり誰かに何かに怒りたいという人は日本中にいるということなんです。そして誰かの失言や暴言、不謹慎な行為といった怒りの材料が絶えず常にネット上で供給され続けている。これは需要と供給が見事にマッチしている状態だと言えます。常に怒りたいと思っている人なんてそんなにいないでしょと思った人いるかもしれませんね。多くの人は自分のことを怒らなければいけないようなことには遭遇したくない、イライラせずに平穏に生きたいという人間だと思い込みがちです。でも実際は逆なんです。
怒りたいからこそわざわざあえて不愉快になるようなニュースを見に行ってしまうんです。また自分が腹立たしいと思うものを攻撃している人やその理由を見て満足したいがゆえにあえてそれを好んで見ようとする面もあります。いわゆる飯馬、人の不幸は蜜の味の心理です。また中には自分の主張に対していいねがつくことで自分の正当性が認められた気分になり承認中毒になる人もおります。その気持ちよさが癖となりもっと認められたいと自ら積極的に攻撃に加担するんです。本当に怒りたくないのならばテレビにしたってインターネットにしたっていくら不愉快なニュースや論争などが毎日のように発信されていようともそもそも見なければ良い話だと思いませんか。皆さん、見る見ないの選択が自分でできるのにわざわざ見に行って怒るんです。 SNS にアップした内容に対して批判や文句を書かれた人たちは嫌ならば見なきゃいい、なぜ気に食わないものをわざわざ見るのかと言いますが本当にその通りだと思います。それでも嫌な書き込みやニュースをスルーできない人たち、戦わなければ気が済まないという人たちは一定数存在します。彼らの多くは自分の意に沿わないことから目をそらすことを逃げだとか負けだと思い込みがちです。日本人は逃げることは負けであり恥だと考える傾向にあるので現実では勇気が出ないもののネット上では少なくとも逃げたくない負けたくないと思ってしまうんです。もちろん実際のところ人生に勝ちも負けもないんですがそれらを追求してしまうわけなんです。むやみに誰かを攻撃する人あるいはそれに賛同している人はリアルの世界で逃げている分ネットの世界で戦えばチャラにできるはずだと思ってその場にいることを自ら選び自分で自分を追い込み続けているんです。そのような行為を続けて果たして自分の人生は豊かになるのでしょうか。むしろ生きづらさが増していくだけのように思えてなりません。その場に居続けることによって自分が病んでしまうのならば戦うんじゃなくてその場から逃げるということもとても大切な選択なんです。逃げる方が生存確率が高いと感じたのにあえて逃げてはいけないとその場に留まる動物なんていません。逃げることは生存戦略の一つであるのに多くの日本人は子供の頃からそれを放棄しております。生きづらいと感じている人が多いのも無理はないでしょう。つい不快なニュースや自分の気に食わない投稿作品などを見るとどんどん追いかけてしまう方、それらに怒りをぶつけたり攻撃的な批判をしてしまう方は特によく聞いてください。アメリカでアンガーマネジメントを受けるときに最初に習う言葉はラン、すなわち逃げろなのだそうです。その場にいて何かトラブルになりそうなら一目散にその場を立ち去ること。逃げることは勝ちでも負けでもなく怒りでのトラブルを避けるのに最善な選択なんです。それはあなたが怒りを繰り返すことでさらに起こりやすい脳を持った人間になってしまうのを防いでくれるということを意味します。怒りで脳が焼かれた人間になんてなりたくないですよね。誰かを叩いたりとか怒りをぶつけることはあなたの人生を決して幸せにしません。しかし逃げることは逃げた先であなたを幸せにしてくれる可能性があるんです。今の日本には怒りの対象を探しに行くのではなく怒りの対象から逃げるを選択することで今よりも幸せになれる人がとても多くいるはずなんです。それでは一言の内容をこの辺でまとめておきたいと思います。ポイント1、今の日本は怒りの材料を提供し続けるインターネットの世界と生活苦などから生まれる怒りを手軽にぶつける対象を求めている人の間で需要と供給がマッチングしている。ポイント2、わざわざあえて不愉快になるようなニュースを見に行ってしまうのは自分が怒りたいと思っている証拠である。また自分が腹立たしいと思うものを攻撃している人やその理由を見て飯馬の気分を味わったり自分の主張が認められて気持ちよくなりたいがために自ら積極的に攻撃に加担する人もいる。ポイント3、脳の神経の構造は自分の思考によって変化する。普段からマイナス思考気味の人はよりネガティブな思考になるため日頃から怒りで消費していると人はより無駄に必要以上に怒りやすくなってしまう。
ポイント4、逃げを負けや恥だと考える傾向にある日本人の中で、ネット上で不愉快と感じることをあえて求め、追い戦うことで現実世界での逃げをチャラにしようとする人々が存在する。しかし時には逃げることも大切な選択である。怒りの対象から逃げることで今よりも幸せになる人が増えるはずだ。それでは次に2限で、自己肯定感が低い人は怒りやすいということを解説していきたいと思います。さて2限ではね、日本人が怒りやすくなってしまった理由として考えられることをもう一つお話ししたいと思います。それは自己肯定感が低い人が多いということなんです。なぜ自己肯定感が低いと怒りやすくなってしまうのでしょうか。怒りは防御感情とも言われます。動物の場合は自らの命が脅かされた時に戦うか逃げるかの選択肢を取りますが、人間の場合は命の他にも守るものがいろいろありますよね。普段から自分が大切にしている価値観、考え方、立場、プライド、宝物、これらが脅かされるようなことがあると怒ることで体を臨戦態勢にしてそれらを守ろうとしているわけなんです。つまり怒っている人は理由もなく先制攻撃をしているんじゃなくて防御攻撃をしているというわけです。一元でお話しした東京オリンピックやインフルエンサーに怒っている人も自分の大切なものを攻撃されたと受け取っているから反撃をしているんです。彼らは一体何を守ろうとして怒りをぶつけているのでしょうか。自分を認識している人が自分に狙いを定めて攻撃しているわけではありません。オリンピックが開催地以外に住む人の生活を変えることもありませんし、インフルエンサーが何を発言しようとどんな行動を取ろうと自分の人生には何も関係がないはずなんです。多くの人にとって知らない人が勝手にしている自分に向けられていない発言は流せるものです。それでも知らない人の発言だろうが自分を傷つけたのだから許せないと躍起になってしまう人がおります。そのような人は守らなければいけないものが多く、いろいろなものを守らないと自分を保つことができないと思い込んでいるんです。つまりそれは自己肯定感が低いんです。しかもその守りたいものはとても弱く脆く簡単に壊れてしまうと思っているので、自分を攻撃してくるものに対して非常に敏感になっております。守るものが多いだけに必然的に攻撃をされたと受け取る機会も多くなり、その度に過剰なまでに反応して攻撃をします。さらには自分と関係のない話をしているのに自分のことを言われているような気がして自分が攻撃されたかのように怒り出す人もおります。例えば仕事で些細なミスをした人がいるとしましょう。些細とはいえその人の不注意で起こったことだったので気をつけてねと軽く注意したところ、このような逆切りに近い返しをされたとしましょう。自分の責任ではない、頼んだ側の説明が不十分だったのだと相手を強く責めようとしたわけでもないのに、なぜそこまでムキになって言い返してきたのか。その人は自分の価値と自分の尊厳を必死で守ろうとしているのでしょう。自分のミスを認めてしまうと自分の価値がなくなるのではないかと無意識に思っているんです。そしてミスを指摘されることを自分の尊厳を貶める攻撃だと捉え、怒りを持って防御しようと反撃に出たというわけなんです。このように自己肯定感が低いとどんなに小さなことであれ自分の非を認めることがとても難しく、様々な物事を自分に対する攻撃だと捉える傾向があるので攻撃的になってしまう。つまり怒りやすくなってしまうんです。この人がもし自己肯定感の高い人だったらミスを認めたところで自分の価値が下がるなんて思わずに、申し訳ない、また同じミスをしないように気をつけるよと素直な返事を返せていたでしょう。日本人は他国の人々と比較すると自己肯定感が低いと言われています。特にその差が大きいのが若い人です。国立青少年教育復興機構が2015年に行った高校生の生活と意識に関する調査の中で、自分はダメな人間だと思うことがあるかという問いがありました。これに対する回答で、とてもそう思う、まあそう思うを足した割合を国別で見てみると、
アメリカが 45.1%、 韓国が 35.2%、 中国が 56.4% でした。そして我が国日本の高校生はなんと 72.5% という結果だったんです。日本人は謙虚さ、謙遜を美徳とするところがありますが、それを考慮したとしてもね、他国と比べてあまりにも大きい数字だと思いませんか？大人に対して同じ調査を行ったとしても、おそらく大きな差は現れないでしょう。もし今のあなたの自己肯定感が低いとしても、悲観する必要はありません。生まれながらにして自己肯定感の高い人もいなければ、低い人もおらず、成長する過程で人生のいろいろな出来事を通じて高くなったり、低くなったりしているんです。今自己肯定感が低いからといって、将来にわたってずっと低いままのわけでもありませんし、たとえ高くすることができたとしても、それがずっと持続することもありません。ですから、今自分は自己肯定感が低いなぁという自覚のある人は、単純にこれから上げていけばいいだけです。仮に自己肯定感を上げることが難しくても、上がらないことで起こり得る問題と、その対処法を知っているのと知らないとでは、大きな差がついてしまうんです。それでは、2限の内容をこの辺でまとめておきたいと思います。ポイント1、人は普段から自分が大切にしているものが脅かされるようなことがあると、怒ることで体を臨戦態勢にしてそれらを守る。つまり怒っている人は防御攻撃をしている。ポイント2、自己肯定感が低い人は守らなければいけないものが多いため、必然的に攻撃をされたと受け取る機会も多くなる。また自分の非を認めることがとても難しく、様々な物事を自分に対する攻撃として捉える傾向があるので、攻撃的になる。よって起こりやすくなる。ポイント3、日本人は他国と比べて謙虚さ、謙遜を美徳とするところがあるのに加えて、自己肯定感の低い人が多い。だが今自己肯定感が低いからといってがっかりする必要はない。自己肯定感はいつからでも上げることができる。それでは次、ラスト3限で同調圧力から生じる怒りを回避するということを解説していきたいと思います。さて最後にもう一つ、時間の都合上詳しくはお話ししませんが、日本人が怒りやすくなった原因の3つ目をお話ししておきたいと思います。世間あるいは特定の誰かからの同調圧力もあなたを必要以上に怒らせる原因の一つとなります。例えばコロナ禍において堂々と会食している人は不謹慎だから怒るべき。あなたが特に怒りを感じていなかったとして、それはむしろ怒らないあなたがおかしい、一緒に怒ろうと圧力をかけられるようなことです。この同調圧力に屈さないで進むためには、普段から次の2つのアンガーマネジメントを行うことで解決できます。それは1、思考のコントロール、2、行動のコントロールです。同調圧力に出会ったり出会いそうになった時に最もおすすめできる方法は、2限でもお話ししたラン、逃げろです。見ない、聞かない、意見しない、交わす、お茶を濁す、関わらないといった行動をとり、何はともあれ逃げること。怒りの感情を抱えたままその場にとどまることは百害あって一利なしなんです。しかし多くの人は同調圧力を受けると、たとえそれが自分が関わりたくないことでも、相手に何と思われるだろうか、相手との関係が切れないだろうかと心配になり、不本意に関わってしまったりします。その結果、あなたが本当に関わりたいことに十分な時間が取れなくなってしまうんです。今後関わりたくないことに時間を取られないようにするためには、受け入れていい同調圧力と屈してはいけない同調圧力を分けられるようになりましょう。そこでアンガーマネジメントの一つである思考のコントロールにより、同調圧力を次の3つのゾーンに分けるんです。1、許せるゾーン。仮にあなたが受けた同調圧力があなたの意見と合っている場合は、同調圧力とは感じずストレスも感じません。むしろ自ら進んで同調行動をするでしょう。
そして2つ目はまあ許せるゾーンです。同調圧力を受けた時、賛成するわけでもないが、かといって声を上げてまで反対したいと思うほどでもない場合はそうとも言えるし、そうとは思えない人もいるだろうねと、どっちつかずの態度でお茶を濁すくらいの態度でいるくらいで良いでしょう。そして3つ目が許せないゾーンです。どうしても同調したくないし、見過ごすことは自分だけでなく周りの人にとってもプラスにならないと強く感じる、意見したいという場合は行動を起こす必要があります。そして思考のコントロールができない人は、2つ目のまあ許せるゾーンの考え方が欠けている傾向にあります。どちらでもいいことであっても無理やり同調するかしないかの2択で考えがちで、自分を曲げることになりストレスになってしまうというわけです。思考のコントロールを繰り返していくと、実は大体のことはいちいち目くじらを立てるようなことではなく、まあ許せるゾーンに入れられることだと気づくでしょう。まあ許せるゾーンが広いと、それだけ多くのことをまあいっかと受け入れることができますから、無駄にイライラしたり怒ったりすることが減ります。一方でまあ許せるゾーンが狭い人は多くのことを許せませんので、怒りを感じる機会が多くなります。あなたは自分の機嫌が最高にいいと感じるとき、あらゆることに寛容になっている気がしませんか？それは機嫌がいいときこそまあ許せるゾーンが最大に広がっているからなんです。では自分が受け入れられないよと判断したことについてはどう行動すればいいのでしょうか？同調圧力を受け、思考のコントロールをした末に受け入れられない、見過ごしてはいけないと思ったこと、つまり許せないゾーンのものであるとなった場合は、次の行動のコントロールを行う必要があるんです。私たちには変えられることもあれば変えられないこともあります。またとても重要なこともあれば重要でないこともあります。ということから、許せないゾーンに収まった同調圧力は次の4タイプになります。タイプ1、変えられる×重要である。タイプ2、変えられる×重要ではない。タイプ3、変えられない×重要である。タイプ4、変えられない×重要ではない。例えばコロナ禍が終わるまでは会食はやらないべきだよねという同調圧力をあなたが受け入れられないとしましょう。それを自分にとって変えられることでとても重要なことだと思ったのなら、直接意見して二度と同じことを言わないようにしてもらうなどといった行動をすることができます。そして自分にとって変えられることだがそこまで重要ではないのであれば、自分に余力があるときに行動すれば OK です。もしこの同調圧力が特定の誰かから受けたものというよりも世の中の空気のようなもので、自分には変えられない、でも自分にとっては重要だったという場合、その場合は変えられないことを受け入れ、現実的な選択肢を探します。自分に世の中の空気感は変えられないと受け入れることは難しかったり歯がゆかったりするかもしれませんが、変えられないものを変えようとすると余計にイライラしたり自分の無力感を責めたりしてしまうんです。この場合の現実的な選択肢は run、逃げるであります。情報の発信源から遠ざかることで同調圧力を感じなくなります。最後に、自分には変えられないしそこまで重要ではないと判断したものに関しては手をつけずに放っておきましょう。同調圧力には絶対に屈してはいけないとか必ず抗わなければいけないということはありません。関わらないで無視するという行動も選択肢の一つなんです。私たちは日々さまざまな同調圧力にさらされています。言ってしまえば流行りに乗ることも同調の一種です。またあらゆる勧誘や同意を求められることも同調を促すものだと言えます。不本意に同調圧力に屈してしまわないためにも、思考のコントロールで自分なりの判断基準線を引き、その上でどう行動するかの選択肢を選べるようになりましょう。そうすることで同調圧力から生じる怒りを回避することができるようになります。それでは3言の内容をこの辺でまとめておきたいと思います。ポイント1、多くの人は同調圧力を受けると、それがたとえ自分が関わりたくないことでも相手との関係が崩れることが心配になり不本意に関わっていることがある。その結果
あなたが本当に関わりたいことに十分な時間が取れなくなっていることに気づこう。ポイント2、同調圧力を受けた時にそれがあなたにとって許せるゾーン、まあ許せるゾーン、許せないゾーンのどれに当てはまるのかを考えてみよう。まあ許せるゾーンが広い人はそれだけ多くのことをまあいいかと受け入れることができるので、無駄にイライラしたり怒ったりすることが減る。一方でまあ許せるゾーンが狭い人は多くのことを許せないので怒りを感じる機会が多くなる。ポイント3、不本意に同調圧力に屈してしまわないためにも思考のコントロールで自分なりの判断基準線を引き、その上でどう行動するかの選択肢を選べるようになること、すなわち行動のコントロールで同調圧力から生じる怒りを回避することができるようになる。さて皆様いかがだったでしょうか。本書にはこれからの時代を無駄に起こらない6つのヒントや、その他自己肯定感や同調圧力のテーマの中で本日詳しくご紹介できなかった部分もまだまだ詳しく解説されておりますので、ぜひ本書で続きをご覧になっていただきたいと思います。日常生活のさまざまな部分で怒りを感じることも皆さんあると思いますが、怒ることで一番損をしているのは自分自身であるということに私たちは気づくべきでしょう。怒ることによって脳の神経の構造まで変わってしまうということが今回の動画を見れば分かったと思いますので、怒りをコントロールすることによって今よりももっと幸せになれる人がこの日本にはたくさん存在するんだろうなぁと今回の本を読みながら思いました。本日は以上になります。この動画が良かったよという人は私のやる気アップとさらなる動画のクオリティアップにつながりますので、高評価ボタンとチャンネル登録ポチッとよろしくお願いします。また本要約チャンネル、論文解説チャンネル、残酷すぎる世界の真実という3つのチャンネルも頑張って更新しておりますので、興味のある方は概要欄のリンクから他のチャンネルにも訪れていただけるととても嬉しく思います。ではまた次の動画で皆様と一緒に学習できることを楽しみにしておりますよ。また次の動画でお会いすることにしましょう。本日はご清聴ありがとうございました。